で挨拶してください。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ということでですね、千葉の美浜にある関東神経専門学校さんに行ってくる動画をちょっと続けてアップしたんですけども、今日はちょっと感想をね、行ってきた感想をみんなで話したいと思います。実際どうでしたかね、広瀬先生は。まずすごい全面協力で体制が、なんか本当によくしていただきました。すごく思った以上に、いろいろと手伝ってくれました。はい、はい、まあ、そうですね、学校挙げてすごい協力していただいて、まあ、実は野口先生がね、関東神経専門学校の卒業生なんですけども、まあ、それもあり、すごい学校が協力してくれて、授業もそうですね、この授業に行ってくださいみたいな、ちゃんと準備までしてくれてて、すごいありがたかったですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、実際久しぶりに母校に戻った感覚は。いや、もう母校という感覚よりも新しい学校だった気がしました。そうですね、私が行った学校でない、まあ移転して新しくなった学校なので、本当に綺麗で良かったですね。どうでした、本当に行ってみて。まあ、僕はその移転した後の今の新しい校舎しか見てないので分かんないですけど、白が貴重で、すごい綺麗だったし、全面禁煙なんですよね。それすごいびっくりして。あ、そうなんですか。全面禁煙。一応、校内ツアーの動画の方にね、全面禁煙のことを取り上げてるんですけど、なかなかね、全面禁煙に踏み出してる学校って少ないのかなと思います。それはすごいなと思いましたね。そうですか。あと、駐車場駐車場がすごかったですね。駐車場何台でしたっけ。70代です。70代。70代か。通学する生徒さんのために、70代。すごい。通学する生徒さんのために70代。普通学校、車通学ダメですからね。すごい。ちゃんと止める場所があるからこそ、ならではの。まあ、家族的って校長言ってましたけど、家族的すぎますよ。すぎることはないけど、確かに家族的に象徴されるようにね、先生と生徒の距離もすごい近くて、まあ、僕が出た学校もすごい近かったんですけど、すごい親密だなと改めて感じましたね。うちの学校とは随分対照的だったから、羨ましかったですよ。ああいう環境があると、その生徒さんたちは質問もしやすいだろうし、そうですね、より積極的にパリ級が学べるのかなと思いますよね。まあ実際実技なんかだと結構ね、熱心にやってる感じしましたよね。そうですね、実技すごかったですね。あれ授業外でやってた。あ、そう、あと授業外でも生徒さんたちが自主的にパリ級みたいにね、実技の練習をしていたので、実際授業で実技受けましたでしょ。そうですね。長針は。長いやつね。初めて使いましたね。しかも、新刊を使わず打つっていう。ああ、そっか。実際、あの動画の時に初めて新刊使わずに打ってるんで。一発の初めてでさ。初だったんだよ。人生初。人生初、新刊使わずに打ってたんで。ああ、ほんと。おめでとうございます。ありがとうございます。私、多分、一回も授業でやったことないです。長針。専門学校の時に一回も行ってないと思います。ぐらい初めて打ちましたからね。あ、そうですか。まあ確かに針のいろんな手技を準備してますよね。確かに、こういう一つに偏らないでやるって西岡先生言ってましたね。そうですね、西岡先生の話によると、いろんなこう針に触れるとか、いろんな機械に触れるようなチャンスを演出したいっておっしゃってましたね。確かに昔ながらのその長針を使う授業に、その西洋医学的な
まあ、肺音を聞くだったりとか、まあ、音とかね、SPO2、飽和酸素量を測るっていうのが混ざってるのが、すごい不思議でした。確かに。なかなかね、それを同時に学べる学校は、ないんじゃないかなと。そう。西洋と洋とね、確かにね、現代的なものもちゃんとやってるんだっていう学校、この学校はやってるんだってことを見せたいって言ってましたからね。東洋色が強い学校だと思われてますからね。いやでも実際東洋色は結構強いかな、いい意味でね。あの私が参加させてもらった授業は液晶っていうのをやってて、はい、私は学校にいる間は一回もあんなの見たことなかったし、あの学校はもう見たことないですよ。びっくりしましたけど、言われてみれば確かに、あの東洋医学の一番根っこのところにあるものだと思うので、あそこまで教えてもらえば、その深みがすごく出てくるし、おそらくはすぐは分かんなくても、これからの長い人生の中では、鍼灸師としての宝になるかなと思いました。確かに。そうですね。あの、実技にしても、食事治療が生まれた学校ですからね。もう今世界的に世界的にね、私も習いましたけど、確かに世界的に広まっていますからね。それを授業の実技で確かにあのきっちりと卒業してすぐ実技で実で使えるように教えている学校ではありますね。まあ、純粋にその国家試験に受かって鍼灸師ってではわけではなくて、その東洋医学が、東洋哲学が身についた鍼灸師を生み出す、輩出するっていう、まあ、一つ、まあ、テーマ、隠れる。まあ、確かに。それが校長もやってましたよね。それはすごい、すごいなと思ったし、実際、あそこまでなんだろう、東洋医学をしっかりやってたら、臨床に出た時に、嫌でもなんか考え方が東洋医学でしっかり患者さんを見れるなとは思いましたね。だからすごい羨ましいっていうか、自分が経験してないことを学んでる学校だったので、いいなと思いました。確かに東洋と西洋のバランスの取れた学校を目指してる、で東洋的なことをちゃんとできる生徒になってほしいっていうテーマを持った学校でしたね。そうですね。例えば逆に卒業したら海外に出て活躍したいとか、そういうね、人にとっても、あの、例えば日本にいる外国人の人を見ることをテーマの一つにしてる人には、入っていい感じ。そうですね。日本式の鍼灸を今見直そうとしている。日本式の鍼灸を広めようとしている今、このチャンネルもそうですけど。古典っていう。そうですね、柔らかい、優しい針、昔ながらで、日本特有の昔ながらの針をね、ぜひ学びたいとか見てみたいって方がいたら、ぜひ、まあ、関東神経さんのお父さん、はい、私の、今日は関東神経さんの学校はい、見ていただければなと思います。はい、どうもありがとうございます。そんな感じで、はい、あと関東神経専門学校さんに遊びに行きましたという動画になりました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。終わり方が微妙っていう大変もう一回やってもいいですか？もう一回やるの？いいじゃん、もう一回やろうよ、ちょっと。自分の喋りが長い。長いよ。